タイマニニュース。どうも、キャスタイマニ広報です。本日はタイマニ RPG よりニュースです。マップイベント稲毛屋の夏が開催予定です。こちらのイベントでは稲毛屋のおばあさんこと稲毛夏のビジュアルがなんと初公開。イエーイ。果たしてどのような活躍をするのか、今回のマップイベントのストーリーは見逃せません。ぜひプレイお願いしたいもに。イベント報酬は伝送気球6課となります。さらに稲毛夏が SR ユニットとしてピックアップガチャに登場だぜ。気になるピックアップユニットはこちらだ。 SR 稲毛夏、 HR 制服半旗水瀬もみじ、 R 次女たちと回り姫風魔回り、以上がピックアップ予定です。稲毛夏が若い姿で登場するピックアップガチャは見逃せません。この姿になった真相はマップイベントをプレイしていただくことで分かりますので、マップイベントと合わせてピックアップガチャの挑戦もお願いしたいマニー。いやー、稲毛夏さん素晴らしいビジュアルですよ。今のねビジュアルとは全然分かりません。素晴らしい。以上、タイマニニュースでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。タイマニじゃんけん戦力？そんなの必要なし。その時の雰囲気で勝つ。もっとチャンネル登録と動画にいいねをしたいよ。私の代わりに押してくれる人挙手。